です。今回はね、これ、まあバラの花ですね。まあここを中心にご説明します。ここから下はまあ、適当に適当にずっと来られちゃう。それでですね、実はここもバラになってるんですよ。ここ、こうなんですけど、こういう感じで。なのでこれはこれで。動画がありますんで、後でここら辺に出てきますんで、それを見ていただければ、30番と210番だったかな、こういう説明します。なのでここの部分は、割愛します。それでここもその、まあ、基本的にこうバラの作り方はですね、昔からあるやり方ですけどね。で、ここはピンチツイスト2つということでいきたいと思います。まずですね、ここから作っておきましょう。これですね。それで、はい、大体5センチくらいですね。それでピンチツイストを作っていきます。これ1個でもいいんですが、まあ、2個あった方がね、扱いやすいんで、2個にしておきます。ということですね。はい。で、大体もうこんな風になっちゃいますね。それで、じゃあ、本体のですね、ここの部分に行きたいと思います。で、これ2本使うんですが、分かんなくなっちゃうんで、こういうふうに、まあ割と赤系のですね、色、これがワイルドベリーなんですけど、こっちが、ロゼですね。で、分けて、色が分かるようにしたいと思います。まずはですね、全部入れます。全部ちょっと抜いてですね。で、ここでこれとこれをガッチャンコします。ですね。で、こちらも同じようになります。少し抜いてですね、こんな感じで。で、これを3等分します。こんな感じですね。大体3等分になりますので、で、こんな感じですね。
これも同じように折りますね。まあ例えばこれをまあこういうふうにやってからでもいいんですけど、どっちかというとこれ短めになりますんで、ちょっと長めにね見てあげて、短いんですよね。これぐらいかな。でこれでちょうどいいぐらいですよね。これでもちょうどいいぐらいですね。それではめて、まあ、どっちの作り方でも結構です。でこれとこれをガッチャンとします。分かりやすいようにね、こういうふうにしといた方が分かりやすいと思います。現実にこう同じ色で作るときはね、どうでもいいんですけども、それでこれをですね、このこれをこっちに入れてます。下から抜きます。で次にはこれをこの下からこう、で次はで、でこれを下から、でこういってこれを下から、でこれをこんな感じなんですけども、
まあ大体こんな感じですね。なので、一つを一個ずつね、こういうふうになると思うんですね。これこう、こう段がこう入って、立ってるような感じです。それでこれをここにこうはめます。これね、これをここにはめます。さて、それでは、ここに。作業中にちょっとこれ抜けるとめんどくさいんで、こういうのを止めとけば抜けていくことはない。で、ここにはめていきます。こんな感じですね。それでガッチャンコします。これをここに貼ります。はい、こういう感じですよね。で、葉っぱを作ります。葉っぱは、刀と思いますね。こういう感じで、まあ、長さはちょっと測って、まあ、適当でいいんですけども、これでですね、25センチですね。で、この真ん中この辺ですね、これとこれの真ん中です。ここで一気にですね。ということで、バラの完成でございます。よいしょ、ね、ということですね。ということで、風船愛好会でした。またお会いしましょう。